ありませんが、うちの鎧なら王様になってぴったりですよ。気高きローマ市民よ、見よこの喜ばしき光景を。かのフォルネの官府にして領主カテリーナ・スポルツァがついに我らボルジアに膝を屈したのだ。まあ少年の卑しい女ですのね、ルクレツィア・ボルツィア。どなたの入れ知恵、お兄様かしら、お父様、もしかして二人揃ってそそのかしたのかしら。黙るがいい、ボルジアを愚弄することは許さぬ。我らに逆らえばこうなると知るがよい。ローマの人々よ、時は来た、約束しよう、そなたの自由を手にする。拷問にかける気か。今はチェーザルとロドリゴの件を優先してください。カテリーナは心強い味方だ。今窮地を救ってやれば後の力になるぞ。だとしてもチェーザルとロドリゴをまず倒さねば。ここは忘れ、私に使えよ。偉大なるローマは我が偉業を支える柱だ。由来では困る。貴様たちも同様だ。バチカンの連中は？あの老いぼれどもか。好きにさせておけ。じきに不要になろうが。我々は留守番だ。守りはお任せ。
兄上。おう、ルクレツヤか。客人は丁重に扱っているんだろうね。あの口調、縫い付けてやりたいほど。喋れなくては私が困る。え？銀行家に要請した資金の件で芸家は何と？父上はご不在ですが、お戻りになったら話をしてご理解を。それは問題ではないだろう。ええ、ただ少し寂しくて。兄上と来たら遠征遠征で、私のことなんて近頃はすっかりお見限りなんですもの。待て、イタリアの王座をこの手にしたら、そなたを女王にしてやろうではないか。そうすればもう寂しいこともあるまい。待ちきれませんわ。いい子にして待っているのだぞ。前の旅はどうであった？兄上の馬車に乗ったのか？ふっ、無様ですこと。兄上は何を話した？ナポリについてか？答えるがよい。覚えていませんわ。なら思い出させてくれる。身の程をわきまえよ。施錠し、鍵をここに。いただけないかしら。背中が痛くて。お役に立てるのなら喜んで。エッツ、ここで一体何を？仕立て屋に用があってね。私を助けてもチェーザレを怒らせるだけ。幸いなことに奴はルスター。どこかに合鍵はないのか？ルクレツヤが持って行った万兵の鍵だけじゃないかしら。彼女はどこへ？彼女の部屋は城の最上階よ。すぐに戻る。鍵を手に入れてな。どこへも行けませんわ。
心から愛しています。この気持ちを天に叫びたい。どうかこっそりとささやくだけにして。兄上に聞かれでもしたら大変ですわ。あなたは悲しそうだ。兄が夫を殺したの。そんな。兄上は私を誰かに取られるのがお嫌なのよ。でも今度は大丈夫。本当？二人の秘密にしておくから。今のは？ああ、リハーサルが始まってしまう。また後ほど。やり取りをすっかり聞きました。喜んで証言いたします。じゃあ兄上に伝えて、裏切られる側の気持ちがお分かりになったでしょうと。受けたまわりました。ああ、続けて。邪魔するつもりはない。エチオ・アウディトール・ダ・フィレンツェね。お前の噂は常々耳にしていたわ。兄上がここにいなくて残念ね。さぞ喜んだでしょうに。ルクレツィア、あなたと戦う気はない。カテリーナを解放してくれれば引き下がる。無理ね。なら選択の余地はない。ここに残して騒がれても面倒だ。一緒に来てもらおう。大声を出したら舌を引っこ抜くから覚悟しておけ。囚われの姫君を救う騎士というわけ。行け。あそこに。お前はさしずめ英雄気取りのいい格好しいってところね。お前の復讐が終わった後、パッチー家がどうなったか知っていて。お前の友人ロレンツォ・デ・メディチに全て奪われ投獄された。陰謀に関わっていなかった者も含めてね。女たちは結婚を禁じられ、一族の墓は消し去られたわ。歴史から抹殺された。お前は自分の行動がもたらす結果に目を向けず、事態をかき回すだけかき回してただ放置したんだわ。兄上は偉業を成し遂げ、イタリアに平和をもたらすわ。ただ殺すだけのお前とは大違いよ。無知は言い訳にはならないんだぞ。そっちこそ何を言おうと無駄ね、偽善者。よし。
あら、ルクレツィア、お久しぶりですこと。このメス犬風情が。まあお下品。鍵を探します、こちらへ。まあやっぱり。黙っていてちょうだい。歩けるか。無理ね。正面突破だな。待っていろ。他にどうしろと。役立たずの私を。君の家族がいる。あなたの家族ではないわ。ヴィラでのあの夜、ポドリを守るため私は必死だった。覚えているかしら、エッツよ。フォルリか。もちろんわかるさ。君のすべてだ。こちらよ、エッツィオ。おいでなさい。エッツィオ、こちらにいらっしゃいな。テリーナ、まさかチェーザレは。いいえ、私の名にはまだ多少の価値があります。私の手出しはなく。無茶しないで。ここらに隠れてるか。なんてこと。二度となさらないで。そこから開けられない。
くエッジを。橋を渡れ、援護する。よしよし、テベル島に向かえ。そこにマキャベルがいる。俺を待っているはずだ。あなたは誰かがここでバンペイを食い止めないとな。ご無事でお戻りを。出ないと自分が許せません。行け。トルコがモンテネグロに侵攻した。大規模な戦いが繰り広げられたようだ。